G2 唐津モーターボート大賞。初日の戦いは予選競争第10レースです。1号艇福岡の西山貴弘、2号艇東京の後藤翔士、3号艇愛知の赤岩義雄、4号艇三重の荒川健太、5号艇埼玉の尾上雅也、6号艇福岡の大山千尋です。変わらずスタートラインに対しては向かい風です。並びの方は1、2、3、4、5、6。1号艇は西山貴弘です。今日前走6着を巻き返すべく、ここは白い勝負服1コースを伺っています。2コースが2号艇の後藤翔士は今日ここ1回走りに集中、3コース3号艇の赤岩義雄、今日前走は3着でした。4コース4号艇の荒川健太、初日1回走り角に持ち出します。5コースが5号艇の尾上雅也、6コースに6号艇の大山千尋、今年は混合戦で2回の優勝があります6号艇の大山です。本番も枠なりの進入で体型は3対3に分かれています。依然としてホームには向かい風が吹いています。第10レース進入コースは内側から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。ここはほぼスタート揃っていきました。予選競争の第10レース3位から1号艇の西山がまずは逃げていく。2号艇の後藤が差しに構え、その内をついて3号艇の赤岩、間からは5号艇の尾上、逃げました。先頭は1号艇西山です。スタートは前提正常でした。抜け出しました1号艇の西山、2番手は3番、5番、2番、さらには6番と接戦です。1号艇の西山が待った後、3号艇の赤岩の外を行きます。2号艇の後藤、サッシは5号艇の尾上、2番手は5番と2番が並んでいます。内側が5号艇尾上、外に2号艇の後藤、少し離れて3号艇赤岩。2周目1枠、まずは1号艇西山がトップで回り、2番手争いから5号艇の尾上の外、ここも握っていきます。2号艇の後藤、握って前へ出た。2番手は2号艇の後藤翔士、3番手が5号艇の尾上雅也となりました。上位体系1番、2番、5番、2周2枠トップで折り返します1号艇の西山、続いて2号艇の後藤、3番手5号艇の尾上と折り返してきまして、ホーム側です。上位体系は1番、2番、5番、その後方に3号艇赤岩義雄、6号艇大山千尋、4号艇荒川健太と追走です。先頭はスタートを決めて逃げました1号艇の西山貴弘、そして近づいています2番手が2号艇の後藤翔士、先頭2番手がさあ、ここはじりじりと詰まってきまして、2停審査になりました。さあ1号艇の西山貴弘、ラストターンマークトップで回りますが、2号艇の後藤翔士が内を狙ってきます。しかしここはしのいだ1号艇の西山、先頭キープとなりそう。2番手2号艇後藤、3番手5号艇の尾上です。1番、2番、ゴールイン、5番、ゴールイン、3番、ゴールイン、6番、ゴールイン、4番ゴールインです。